はい、どうもタンタンです。今日はこちらキワヤさんですね。キワヤさんの、KPT というシリーズですね。こちらのテナーサイズ KPT の 1KE というモデル、こちらをご紹介いたします。こちらね、 KPT のシリーズテナーサイズで、このシリーズはまあソロ弾きとかそういったのをまあメインでこう扱いやすいモデル、そんな感じで開発されたシリーズですね。なので、例えば指板幅もちょっと広めだったりとか、フレットも少し大きめだったりとか、そういった特徴もありますし、最初からストラップピンがついてたりというところも、こうあとボディもちょっと薄めかな、結構抱えやすいテナーサイズなんですけれども、あまりこうサイズ感を感じない、そんな一本ですね、はい。でこちらのモデルハワイアンコアで、こうね、なんかすごく特徴的な木目ですね、この個体。このサウンドホールのあたりとか、まあ、サイドもそうですし、サイドもね、この辺りとかそうですね。さらにはバックもね、非常にこう個性的な木目の、はい、こんな個体となっております。はい、でハワイアンコアらしいですね、やっぱりね。マホガニーのモデルも今同時に入ってきてるんですけれども、それに比べるとやっぱこう明るさ、カラッとした雰囲気がよく出てますね。非常に抜けのいい明るいサウンド、このあたりハワイアンコアの、ね、雰囲気というのが存分に出ているんじゃないかなと思いますし、テナーサイズなんですけども、どちらかというとこう低域がこうグッとパワフルに出るというよりは、力強い腰のある音で抜けのいいサウンド、そんな印象の、モデル1本なんじゃないかなと思います。はい、ということでこちらが、キワヤさんからですね、テナーサイズ KPT の 1KE というモデルですね。テナーサイズハワイアンコアモデルで、なかなか個性的な木目の個体一本なんじゃないかなと思います。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。